はい、妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。どうも三浦です。今回はですね、検証動画をやっていきたいなと思います。何を検証するのかというと、白犬隊のダウンロード版の特典、ニャン騎士は2体目がゲットできるのかどうかをね、検証していきたいなと思います。僕がやっているのはこれ赤猫団なんだけど、白犬隊のダウンロード番号をね、入力することによってニャン騎士ゲットできたんですよ。ただし1体目をゲットしてしまうと、もう2体目はね、ニャン騎士とニャンマチョに関してはゲットできない、これ見てみると、バトルするニャン騎士、ミューラ X っていうのは僕のもう一つのね、Nintendo 3DS のアカウントなんだけど、そう、ニャン騎士とニャンマジョはいないですね、ということで通常はですね、2体目ゲットできないんだけど、ある方法を使うと2体目がね、ゲットできるんじゃないかなと思って試していきたいなと思います。じゃあ行こう。まずエントランスでしょ。まあ大体わかる人はわかるかなと、この時点でわかるかなと思うけど、ごめん間違えた、メカブちゃんだって。ダウンロード番号入力ね。これ1文字ずつ打たなきゃいけないんだよね、めんどくさいな。もうさあ、じゃあ行こう。 A08 さあ入力できた。この番号はね、もちろん白犬隊は新しく買ってきて誰も使っていないダウンロード番号なんで、これを入力すれば2個目がゲットできるのかどうか、どうだろう。ログインしてんね。どうだどうだ。あ、セーブしてる。妖怪ウォッチ元祖本家のダウンロード版の特典のセーラーニャンとロボニャン F 型に関してはね、2体でも3体でも4体でも5体でもゲットできたんだけど、あ、エラーが発生しました。あ、ちょっと俺番号間違えたかもしんない。
これが妖怪ウォッチ白犬隊のダウンロード版の迷彩なんだけど、買ったのが10月27日、1週間前だね、ちょうど。この動画を撮るためだけにダウンロード版を買い直したんだよね。だから間違いないはず。お金払って、そうで、さっきのメカブチャのところでこのダウンロード番号を入力すればニャンキシがねゲットできるはずなんだけど、2つ目のパスワードは受け付けてくれないらしい、そもそも。うん、ということで2体目をゲットするのは同じアカウントだと無理っぽいね。はい、ということで先着1名の方にですね、このダウンロード番号、プレゼントします。1回使ってしまうとこの番号使えなくなってしまうんだけど、まだ使っていないはずなので、これね、先着1名様で入力してみてください。多分ニャンキシがゲットできるはずだと思うんで。ということで、今回の検証動画は、2体目のニャンキシはゲットできません。新しいダウンロード番号をね入力しても無理みたいですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ニャンキシ当たった人おめでとうございます。